グラマンの戦闘機には、猫科の猛獣の名前が付けられています。海軍で、唯一、朝鮮戦争でミグを落としたパンサー。パンサーに交代翼をつけたクーガー。可変翼実験機、ジャガー。そして、タイガーです。でも、グラマンと言ったら、やっぱり、猫シリーズですよね。1937年に初飛行の F4F ワイルドキャット、F6F ヘルキャット、F7F タイガーキャット、F8F ベアキャット、そして1970年に初飛行した F14 ドムキャットです。海軍のテストパイロット、グレン・ティアニー大佐は、すべての猫に乗った経験がある、唯一のパイロットです。皆さん、こんにちは。サブカルカオス TV にようこそ。アメリカ人たちに、一番好きな戦闘機は何？と尋ねると、どんな答えが返ってくると思いますか？3位は、第二次世界大戦のウォーバード、P-51 ムスタング。2位は、黒い海鳥、SR-71 ブラックバード。そして、1位は、F-14 トムキャットと答えます。そんなわけで、今回のサブカルは、F-14 にまつわるトリビアを集めてみました。知っていても、全く、人生の役に立たない、くだらない話や、ニッチなエピソードばかりですが、20分間、最後までお付き合いくださいね。それでは、早速始めましょう。1950年代後半、アメリカ海軍は、ソ連の爆撃機から発射される、長距離巡航ミサイルから艦隊を守るため、敵のアウトレンジから発射母機を破壊する、または、巡航ミサイルを迎撃できる戦闘機を探していました。最初に、空中ミサイルプラットフォーム、F6D ミサイラーが研究されたのですが、海軍の要求能力に達せずキャンセル。その後、合理主義者のエコノミスト、ロバート・マクナマラ国防長官の政策で、空軍と海軍共用の F111 ハードバークが開発されました。しかし、この頃になると、ベトナムの戦訓で、迎撃戦闘機にも、格闘能力が求められるようになっており、海軍は、大きくて鈍重な、アードバークの採用を拒否し、独自の艦隊防衛戦闘機の開発を始めたのです。それが、このグラマン VFX です。よく見てみましょう。なんか、ちょっと違いますよね。F14 の最初のモックアップは、垂直尾翼が1枚しかありませんでした。F14 は、1970年12月21日に初飛行します。しかし、トラブルにより、離陸したのは午後の4時。日没により、テストプログラムは中止となり、各種試験は、次の飛行から行われることになりました。ところが、2回目の飛行、すなわち、初のテストフライトで墜落事故を起こしてしまいます。この時に得た成果は、射出座席が正常に機能した、ということだけでした。F14 は、グラマンが契約を獲得してから、わずか22ヶ月後の1973年に、初期運用能力に達し、F14A として、海軍に正式に納入されました。愛称はトムキャット。マクナマラの委員会を敵に回し、F111 をキャンセルした勇者、トム・コノリー中将にあやかって命名されました。本来は、シーキャットと命名される予定でした。1973年、宿敵、マクダネル・ダグラスを破って、25年ぶりに、空母の主役に返り咲いたまでは良かったのですが、あまりにも高価な戦闘機に対して、議会やマスコミが騒ぎ始めます。F14 の1機あたりの単価は、当時の金額で5000万ドル。
現在の感覚だと F-22 ラプターと同等です。そりゃ文句も言いたくなりますよね。そんな10月、世界的大不況が訪れます。第一次石油ショックのインフレの影響でトムキャットの製造原価は契約価格を大きく上回り、グラマン社の赤字は作れば作るほど膨れ上がります。なんとか頼み込んで値上げを承認してもらい、ほっと胸をなで下ろしたリロイ・グラマンでしたが、リチャード・ニクソンと彼の国防長官はベトナムからの撤退を決定。700機製造の予定は300機に削減されてしまいました。青息と息、明日は倒産かと枝ぶりのいい松の木を探していたリロイ・グラマンに一本の電話が入りました。イランのシャアが F-14 を80機買ってくれるとのこと。捨てる神あれば拾う神あり。十分な数ではないものの、グラマン社はとりあえず倒産の危機から脱することができました。ちなみにイランに売却された F-14 に付けられたニックネームはアリキャットです。いいことがあれば悪いこともあるのが世の常です。1979年イスラム革命でシャアのイラン帝国は消滅。イランはアメリカの敵国となり、グラマンは太客を失いました。 F-14 の最高速度はマッハ 2.34 とされています。これは運用上の制限速度で、罰金を払えるだけの経済的余裕のあるパイロットならマッハ 2.5 の速度で飛行可能です。それ以上出すとどうなるかですって。飛行機はお釈迦になり、パイロットが職を失います。この飛行機の一番かっこいいところは、誰が何と言おうとその可変光体翼システムです。これはとても強力な油圧で作動し、アポロ計画で開発されたチタン製の配管システムが流用されました。戦闘機の油圧システムとしては現在に至るまでこの飛行機を上回るものはありません。その可変翼システムは速度や姿勢によって自動的に制御されるのですが、複雑な機構ゆえ故障やトラブルが多かったようです。そんな時はおおよその場合、手動システムも壊れてしまっており、翼がフルバックの位置のまま高速度での危険な着陸を強いられた例はたくさんあります。この写真は可変翼システムが壊れた時のための試験の模様です。トムキャットにはもう一つの悪癖がありました。ある姿勢でスロットルをフルパワーまで入れるとエンジンが止まってしまうといった癖です。両方止まればどうってことはないのですが、片方だけ止まった場合、トムキャットは炎の駒になります。次に武装の話をしましょう。 F-14 の主力兵器といえばフェニックスミサイルですよね。210キロ先の RCS1 平米の物体を探知可能な AWG-9 パルスドップラーレーダーとのコンビで、最大6目標に対して同時攻撃ができます。当然その性能を生かすために最大6発のフェニックスミサイルを搭載することが可能です。フェニックスミサイルのお値段は1発1億円、6発撃てば合計6億円ですから、おめおめとリップル射撃などできません。米海軍のトムキャットは退役までにこの高価なミサイルを3発撃ちましたが、どれも目標を破壊することに失敗しています。よく6発のフェニックスミサイルを搭載したトムキャットは空母への最大着艦重量をオーバーしてしまうことから、実際には4発しか積めなかったとの話を聞きますが、実際はどうなんでしょう。元 F-14 の搭乗員デビッド・アンダーセン氏がお答えします。トムキャットはどんな任務でも
自衛用のサイドワインダーを2発積むことになっているのですが、それを投棄し、燃料もギリギリまで投棄すれば着艦は可能です。ただ、そんな無駄で危険なことはしませんけどね。通常は、フェニックス2発、スパロー2発、サイドワインダー2発で行動します。スパローミサイルの話が出たところで、面白いトリビアを一つ紹介します。F-14 の中央胴体は、揚力を発生させるリフティングボディです。ここですね。時に、スパローは、フェニックスミサイルと同様に、胴体に半分埋め込まれて搭載されます。当時、この、パンケーキと呼ばれる場所から発射されるミサイルが、どのような動きをするのかを知る者は誰もいませんでした。1973年6月20日、トムキャットは、スパローミサイルの分離テストを行いました。この時に発射されたミサイルは、トムキャットを追い越す前に上昇姿勢に入り、そのまま激突。テスト機は墜落しました。ちなみに、フェニックスミサイルやスパローミサイルの発射や誘導は、後席に座っているリオの仕事です。でも、この人は、一人で乗っていましたよね。トムキャットは、強力な 20mm バルカン砲を備えた、海軍初の戦闘機です。グラマン社は、最初に、キャノンでキルを達成したパイロットの功績を、モニュメントに残し、表彰すると発表していました。イラン・イラク戦争中の、1980年9月4日、イランの F-14 パイロットは、フセインのミル24に対して、400発の砲弾を浴びせました。ヘリは、火の玉に包まれ爆発。イランのパイロットは、グラマン社から表彰されたかですって?答える必要はありませんよね。これが、F-14 にとって、初めての敵機撃墜スコアとなりました。では、戦闘機の撃墜はいつのことだったのでしょうか。アメリカによると、1981年8月19日に起きた第一次シドラ湾事件で、ガダフィのスホーイ22をサイドワインダーで撃墜したことをもって、最初の記録としています。さらに、海軍は、第41戦闘飛行隊ブラックエースのトムキャットが、世界初の可変翼戦闘機同士の空中戦の勝者と宣伝しています。イランの資料によると、第一次シドラ湾事件の11ヶ月前の1980年9月10日、イランのアリキャットが、イラクのミグ21をサイドワインダーで撃墜しています。そして、3日後の9月13日、今度はミグ23をフェニックスミサイルで撃墜しており、これが事実であれば、世界初の可変翼戦闘機同士の空中戦の勝者も、イラン空軍のアリキャットに奪われていたことになります。付け加えると、フェニックスミサイルの初勝利も、イランの F-14 によって達成されました。イラン・イラク戦争中、イラン空軍は F-14 を使って100機以上の航空機を撃墜したと主張しています。それに引き換え、世界中の紛争に顔を出しているアメリカ海軍のトムキャットは、スホーイ22を2機、ミグ23を2機、ミル24を1機、合計5機撃墜と、成績は振るいません。原因は、トムキャットが現れると、敵は一目散に逃げてしまうからだそうです。負けず嫌いな、アメリカらしい言い訳ですよね。イラク海軍が所有していた最大の艦船は、どんな船だか知っていますか?それは、フセイン専用のメガヨット、アルマンスールです。2003年3月27日、第一戦闘飛行隊ウルフパックのトムキャットが、4発の500ポンドレーザー誘導爆弾で撃沈しています。湾岸戦争から、イラクの自由作戦で退役するまで、F-14 の任務の大半は、爆撃ミッションでした。精密爆撃ができるようになった D 型トムキャットは、ボムキャットと呼ばれました。
この写真を見てください。翼に隠れてよく見えないのですが、US Air Force と書いてありますよね。これはアメリカ空軍向けのインターセプターで、1972年に F-106 の後継として提案されました。170機のトムキャットが290機のイーグルと同じレベルの仕事ができると宣伝されたのですが、空軍はほとんど興味を示しませんでした。でも F-14 と F-15、がっぷり四つで戦ったらどちらが強いんでしょうかね。極東に配備されたトムキャットは、航空自衛隊の F-15 と空中戦訓練を行っていました。元第304飛行隊のイーグルドライバー、高木弘崎氏は、トムキャットとの戦いについて語っています。機動性の高い F-15 は、ドッグファイトで F-14 よりも優れており、おおよその場合、日本のイーグルの勝利でした。ある日、日本のイーグルは、いきなり撃墜判定を受けたことがあったそうです。いつも負けてばかりの米海軍は、戦闘開始の合図の前に、フェニックスミサイルをシミュレート発射したのです。高木氏によると、レーダー警告システムは鳴らなかったそうです。つまり、F-14 は、F-15 のレーダーのアウトレンジから攻撃を仕掛け、そして撃破したのです。世界の空を支配していたイーグルでさえも、トムキャットに見つかったら一巻の終わり。指定内戦闘に移る前にやられてしまうのですから、やっぱり F-14 は強いのです。機体の構造にチタン合金を多用している F-14 は、頑丈な戦闘機としても知られています。こんな状況や、こんな状態、そしてこんなことになっても無事に帰還しています。最初に話した通り、アメリカ人たちが一番好きな戦闘機はトムキャットです。やはり映画の影響が大きいのでしょうね。1980年に公開されたファイナルカウントダウンでは、VF-84 ジョリー・ロジャースのトムキャットが2機のゼロ戦を撃墜するシーンが有名です。速度が遅いプロペラ機と、かっこよく見せるために翼を引いたトムキャットとの速度差が大きく、撮影は困難を極めたそうです。ゼロ戦を演じるテキさんが、トムキャットの後ろから銃撃するシーンでは、テキさんは、ジェットブラストの影響で墜落しそうになり、2機とも、垂直尾翼を損傷しています。この紐は、ヨーストリンガーといって、横滑りを検知するための、最も原始的で、最もわかりやすい計器です。トムキャットに限った装備というわけではないのですが、5世代機から見当たらなくなりました。ファイナルカウントダウンは大ヒットとまではいかなかったのですが、1986年に公開された熱血恋愛ドタバタ映画トップガンは世界的な大ヒット作となり、トム・クルーズをスーパースターにのし上げました。ちなみに身長170センチのトム・クルーズは178センチのマクリニスと釣り合いを取るためシークレットブーツを履いていました。バイクの運転は、この時が初めてだったそうです。この映画のトムキャットの出演料は、現在の物価レートで3億1000万円。安いですね。海軍の宣伝目的もあったことから、機材の使用料はタダで、請求したのは、燃料費や、その他の経費だけだったそうです。ちなみに、トム・クルーズのギャラは、2億5000万円でした。2作目のトップガンマーヴェリックでは、100億円以上の大金を手にしているんですから、F-14 様々ですよね。2006年2月8日、トムキャットは最後の仕事に飛び立ちました。ラストミッションは、イラクの偵察でした。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。気に入っていただけましたら、
グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。第2メインチャンネルとツイッターサブカル PX も応援してくださいね。皆様からのリクエストもお待ちしています。それではまたお会いしましょう。